スターリング・プライス・スターリング・オールド・パップ・プライスは、アメリカ合衆国ミズーリ州選出の南北戦争以前の政治家であり、南北戦争では南軍の少将を務めた。1864年、アメリカ連合国の州を脱会するための不運が遠征で軍をミズーリ州に撤退した。彼は残った部隊を戦争の後、北軍に降参するのではなく、メキシコへと進めた。 プライスはバージニア州プリンスエドワード郡ファームビル近くで生まれた。バージニア州のハンプデンシドニー大学で法律を学び弁護士を開業する。1831年秋に彼は家族と共にミズーリ州ファイエットへ移り、後にミズーリ州キーテスビルでホテルと総合小売店を経営する。1833年5月14日、ミズーリ州 ランドルフ軍のマーサヘッドと結婚し、7人の子供を儲ける。うち5人は成人になるまで生き延びた。プライスは1840年から1844年、ミズーリ州議会の会員で議員を務め、議長になった。民主党から第29回議会に選出され、1845年5月4日から1846年8月12日まで、務め、 米北戦争に参加するために辞職した。プライスは1846年8月12日、第2連隊ミズーリマウンテッドボランティアキャバルリーの大佐に昇進した。プライスはサンタフェに進軍し、カーニー将軍がカリフォルニア州へ出発した後のニューメキシコ準州の指揮を取った。ニューメキシコの軍政府長官として、1847年1月、 ネイティブアメリカンとメキシコ人が放棄したダオスの反乱を鎮静化させた。ジェームズ・ポーク大統領は1847年7月20日、彼を志願兵部隊の順将に格上げした。プライスは1848年3月16日、チワワ州のサンタクルス・デロサレスの戦いで西部軍を指揮した。戦いはプライスがニューメキシコ州へ、 メキシコ軍が前進しているという嘘の報告を受けたことがきっかけとなった。サンタクルス・デロサレスの戦いは3月10日アメリカ合衆国によってグアダルーペ・イダルゴ条約が批准された後に起こった米北戦争での最後の戦いとして知られている。戦争に続いて1848年11月25日、プライスは円満に退職し、 水売り州に戻って農場を買い、ボーリンググリーンの草原で奴隷を使って大きなタバコ農場を経営した。大衆からの人気で容易に水売り州知事に選出され、1853年から1857年まで務めた。人気が切れた後、1857年から1861年には州立銀行理事になり、 1861年2月28日には、ミズーリ州議会の議長に選ばれて、合衆国からの脱退に反対した。プライスは、当初は、ミズーリ州の合衆国からの脱退に反対したが、フランシス・ピーブレア・ジュニアとナザニエル・ライアン・ジュンショーが、セントルイスのキャンプ・ジャクソン州市民軍を武力で、差し押さえると、プライスは激怒した。彼は、クレン・フォックス・ジャクソン知事に指名され、 1861年5月に新しく水売り集合軍の立て直しを指揮した。彼は若い新兵に親しみを込めてオールドパップと呼ばれアメリカ連合国のために水売り集南西部を確保する軍事作戦を率いた。水売り集合軍が西部軍に合併された後彼はアメリカ連合国軍の少将として務め南部の数多くの戦闘に投入された。 後半の戦闘ではほとんど敗北が続いた。プライスは、連合軍に転換された、元ミズーリー集合軍の兵士を集め、悲惨なミズーリー遠征を率いたことで知られる。最初にパイロットノブで襲撃が起こり、ダビドソン砦の選挙を心をるが、彼の軍の無用の殺戮を招いて、失敗に終わった。パイロットノブから今度は西へ向かうと、北軍の二軍隊に取り囲まれてしまい、 戦いを強いられた。1864年の終わり、ウェストポートでの戦闘は有利にならず、ミズーリ州からカンザス州へ撤退を余儀なくされた。同年、再びプライスはマインクリークで戦う羽目になり、打ちのめされた彼の軍は、ついにはテキサス州にまで敗走した。それでも、正式に降伏をすることはなく、最後にはメキシコへ軍と共に亡命し、 メキシコ皇帝のマクシミリアンの下で勤めた。プライスは、ベラクルス州 W、カルロッタに亡命兵士たちと共に居留したが、その後居留地は丸つぶれになり、すっかり貧しく、不健康になって、ミズーリ州へ戻り、セントルイスで死んだ。ありがとうございます。